おはこんばんちは。ラストオブアスパート2、続きをプレイしていきたいと思います。すごいね、普通になんか街のようになっている。何の呼び出しだ？いつもの当番だから平気。なあ、戻ったら親父の様子見てくれるか。なんていうか調子が悪そうで。悪そうって？手首に激痛が走るって言ってたよ。スプーン持つのもやっとだ。鎮痛剤持っていけるかも。オーウェンと96に移されたんだって？ええ、そう。いいとこや。若い家族も多いし。赤ちゃんのこと楽しみ？子供たちを見てると、そうね、ワクワクする。赤ん坊の泣き声ね。オーウェン平気なのか？まだ戻ってきてないの。ダニーと任務に出ていて。ダニー？うわ、かわいそう。ええ。どういう意味でかわいそうなんだろう。それはどういう意味？それ干してくれると助かる。ありがとう。ああ、家畜がいる。牛。ああ、ニワトリもいる。これ犬？ああ、アリスを連れてく。中で遊んでるよ。どうも。アビー、アリス連れてきて。アリスってもしかして犬なの？うわあ、やめて犬。アリスおいで。お前かわいいな。あんたの唯一の理解者。嫉妬すんなって。アリス、トラック乗りたい？よし、行こっか。元気ベア。わかった、今回は特別ね。いい子だね。よしよし。あれ、ボールは？あ、とって好意的なやつだ。欲しいか欲しいか、取ってこい。ほら行って。賢いワンちゃん。ポロポロって。ほらほら、取ってこい。ほら、ね、ずっとこれやってたいけど、行かなきゃダメなんだよね。いやでもこんなことされたらね、可愛くて仕方ないね。うん、行ってきますね。さあ行きましょう。あ、こっちじゃないの。こっち入ったきり。こっち。ゆうべジェンと一緒にいた？ああ、いたよ。この女ったらし。何しに来たの？アイザックに会いに。本当、孤独な役回りね。気に入ってるっぽいぜ。石雲のこと聞いてみろよ。羨ましいな。ああ、戦うのが嫌ならね。私は戦わないで、家族と過ごしたい。スカー殺しが恋しくなるぜ。ありえない。嫌なこと言うな。俺には耐えらんねえ。これは、トマト。すご。アビーじゃない。元気？話す気なさそう。アビーじゃないはいいけど。うわ、かっこいい絵だ。パット。よ。ウルフ、安らかに眠れ。どういう意味だ、安らかに眠れって。パット、いつものお願い。ほらよ。ガシャス。どのトラック？S24 だな。いただくぜ。サインしとけ。パンテオ。どうも。生き抜く力を。そして安らかな死を。
ォームアップしてな。おお、練習してるの。俺と腕比べしようぜ。負けたら部屋の掃除。おお、悪くないね。じゃあ断層1個分ね。受けて立つよ。絶対負けるでしょこれ。これ、はい。して、え、何これ。同じとこしかできないの？次は俺がその銃使うからな。へえ、銃のせいにするわけ？そういえば、食器が山積みになってたっけ。おめえ、鬼だな。そうだ、服も畳んどいてね。すごい。え、もうこれは終わっていいんだよね。基地に向かおう。お前ら弾足りてるか。弾くれんの。うわすごい。や、それはいいんだけど、なんか何かするってことだね。弾がこんなにあるということは。弾がいっぱい。ほら、おいで。いいかね。会いたかった。助手席はアリス。メルは妊婦。ゆっくり話せるし。わざとらしい。妊婦さんに銃って。グラシアス。グラシアス。ちゃんと眠れてるの？あまり。薬局から薬もらってこようか。うん、平気。遠慮しないで。いい、消耗すれば寝られるし。任務も追加で受けてんだ。応援もそう。何それ？別に。ようマニー、行き先は？ニクだ。 S24、ニクへ向かう。生き抜く力を。安らかな死を。不可情がやられた。だね。取り戻す予定はないの？アイザックが後回しだって。鮭も十分釣れてるし。応援もそうって何が？ああ、もう2週間会ってないの。空きのある任務を受け続けてる。あの人あなたに何か言ってなかった？あいつとは、ああ、この前食堂で見かけたけど、お互い避けてんだ。ジャクソンのことがきっとショックだったんでしょう。な、さあ、危険！捕まれ！メル、かがんでて。ルーフをやれ！ねえ、何これ？自爆してたの？メル、今ぶっ壊してるってな！接近しろ！
険だ。中に入るぞ。安全か確認するよ。安全。さっきのはスカー。口笛吹いてたからスカーかな。なんだこれ。ケンタッキー州。ああ。コインだ。この人はコインを集めてるの。コインマニア。おい、アビ。はい、何でしょう。これ、パイプ爆弾作れるんじゃねえか。パイプ爆弾。わかった。パイプ爆弾。おお。外にいた方が良かったんじゃないの。平気。楽勝だって。パイプ爆弾。壁などで跳ね返り一定時間後に爆発する。わあ、へえ。ここは何なんだ。ホームセンターみたいなとこ。え、なんか寝てたの誰か。棒切れ。え、何、びっくりした。このゲームはよくハロウィンが出てくる。隠れ場所だらけだね。隠れ場所だらけ。敵がいる。感染症。感染症。どこ行ったの？アリスは大丈夫か？やられ、え？隠れてんの？感染者どこに？ああ、そっちにいるんだ。感染者どこ？もういない。メルにやられたのかと思った。アニメ見るよりよっぽど楽しいな。え、なんでごめん。笑って。テレビ見るより楽しい。やり返せる相手ならね楽しいけど、逃げなきゃいけないやつは全然楽しくない。あら、アリス。暗くてよく見えないな。いる。ねえ、上見て。え？あの光見える？出口かもな。出口な。登って確かめてくるよ。たくましいな。どうやって上がる？どうやって、どこから、ここから。よし行くよ。よし行くよ。どこだ。よし、こっち上がって。ああ、なんかあそこにも光ってるからあっちにも行けるっぽいけど、ど
こから行くのこれ。動かすみたいな感じ。人がいた形跡がある。そしてより飛び乗るの、飛び乗るのかな、これあっちに飛び乗る感じ、いけるかな、飛べ、ああああああ、降りちゃってどうやっていくの、これこれどうやっていくんだ、ここ立てないんだよね、ここは立てない、しがみついてもあっち行けないからどうしようかな、ああここ降りんのかな、え降りない、あれもしかしてそこ関係ないのかな、あっちはあっちであんのかな、ひょっとして、あらあらあら、アビアビ、待ってろ、ちょっと余計なことしちゃった、まずい、ああこれまずい、ちょっと待って、ああアリスが危ない、危ない、やだやだやだ、来るよ、急げ、来る来るって何、行こう、笑い事じゃない、出口あった。なんだ、全然違うじゃん。
手伝って。はいよ。レディーファースト。すごい。このお腹じゃギリギリ。先行けよ。レディーファーストでしょ。お前最高。綺麗な花咲いてよし。アビーのお父さんの温室みたい。どこが？植物生きてるよ。まあね。お前らよかったな。絆が深まったんじゃねえか。マニー黙って黙ってね。息ぴったり。ということで、ちょっと短いんですけど、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイバーイ。